皆さんこんばんはんぞはい、ということで今日も始まりましたワンズチャンス、ワンズチャンネル今日は、夏スペシャルということでですね、私と監督がですね、見えないところで監督も、浴衣で、やっておりますので、どうぞお楽しみいただければと思います。別にどうということもない男の浴衣でやります。何の特典もない、はい去年もやりましたね、実はね。そうですね。はい、なんですけれども、はい、何の特典もございません。でですね、今回はなんと、あの ODA 君と監督がですね、野外、屋外出ていただいてですね、エクストリーム自作ということでですね、やっていただいております。いたしますか。はい。ワンズチャンネル279回目、澄み渡る青空、エクストリーム自作2、作るぜということでですね。すごい、すごい天気。扉へ中学生が初めてペイント作り、使いましたぐらいの、ね、勢いです ね, なかなかねフォントの源泉が ない感じのまとまりがというところですはい、ということで、彼も頑張ってやってくださったんでやってくれたんですということでですね、まずは、こちらでございます。今 MC の私が使ってる椅子はAK レーシングニトロゲーミングチェア42,800円税込みでございます。イエイイエイ、座り心地は最高でございます。イエイイエイ、はい、ということでございます。はい、はい、では行きましょうか早速。はい、ちょっとバランス見ながら行きましょうか。せっかくなんでね。はい、どうしたんですか監督、どうしたんですか。監督がどっか行っちゃった。はい、おなんとかき氷出てきました。かき氷、いやー夏ですね夏ですねじゃあういでですね、あちょっと先にこちらから行きましょうか。これ、あこれ、そう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 、こちら、すげえ顔の私が映っておりますけれども。若いな。1年前やな。はい、こちらの方ですね、おととし、2年前の冬に私がですね、実家の標高680メートル、岡山県、北西部、蒜山というところでですね、雪が降る中、とても雪が降る中、自作したという現場、エクストリーム自作ナンバーワンの、雪山で PC を作ってみたでございます。ワンズチャンネル220何回目だったかな、はい、去年かな、去年、あ去年ですかね、うんうん、それでやりましたのでよかったら見てください。この感じでね、こうやって雪が後ろにある中やってたんですけども、うん、時間が経つにつれとてもたくさん降るようになってきたと、うん、はい、というところでよかったら見てください。では、早速本編いきましょうか。再生させちゃう？いきますよ。キャー、はい、 PC ワンズベストアイテム ODA ということですね。さあ何が始まるんでしょう。始まりました。はい、皆様始まりました。えい暑いよ。暑いっすよ。暑いよ。はい、ご覧の通り今河原に来ております。スカイタワー。くそ暑いです。スカイタワー見えてます。はい、ね、自作はどこでもできるということでね、やろうかなと思ってます。で、ただいまの温度ですね、これ。見える？見えますかね、この温度、ほら。ちょっと
暑いところに置いてたので、まあ、40度近くなってますけど、38度ぐらいあります、この現状。でこんなとこで、そうですね、どこでも自作ができるということでやっていこうと。なんかのパンツを持ってきました。そうですね、もちろん水分補給もありますし、やっぱりね、暑いから塩分補給も必要です。そうなんですよね。塩分補給も必要なので、ちょっとそれをやりながら、この草暑いところでなぜ自作をするのかわからないですけど、やっていこうと思います。頑張りましょう。ちゃんと監督塩分を、塩飴をね、塩飴、これでちょっと塩分を補給しながら頑張っていこうと思います。青空の下ね、現在の時刻は3時ぐらいかな。何時ぐらいですかね。2時半ですね。はい、一番暑い時期ですね。一番暑い時間帯ですね。まあ、温度計ここにちょっと置いておきましょうか。あ、しょっぱいなこれ。今回ですね、組み立て暑いなこれ。箱が持てん。黒い箱やからな。セーファーズの Z87 に、加えまして、GTX の760グラフィックボード、ですね。でメモリがこの厚い、これで、パトリオットの、DDR2GS3 1600、170004ギガ2枚組、あとで紹介する。で OZ の120ギガの SSD で、電源、変わった電源ですけども、ちょっと分かりやすいよね、透明の電源、ちょっと中身が分かる、スケルトンの電源、はい、これ500ワットです。熱いで、ケースもですね、今回ちょっとまあ分かりやすいように組んでるところがね、分かりやすくなるようにというので、これですね、こちら、透明のケースを用意しました。横置きの透明ケース、もう売ってないですね、これね、もう売ってないですね、レア物ですね。ということで、このケースに組み込んでいこうと思います。周りこんな感じです。ここにあの梅田の象徴スカイビルがあります。どう思うつね、暑いよね。暑かったよ。オーディエ今年何歳やったっけ。今年31です。今年31になるオーディエと今年35になる監督が2人で、はい、このねアホなことやってます。こんな暑い中ちょっとまあ、常君が前回、監督ちょっとおかしい、雪の中で組み立てたんで、我々も夏仕様、今回は尺の中で組み立てようじゃないかという企画ですね。暑い。始まる前からこう、はい、汗が目に入ってこんなんやったらこんなんやったら、罰ゲームはね、明日絶対これ大丈夫かってやつ、汗が目に入りますけど、ね、雪の時は雪がパソコンに入ったっていう、ね、マザーにね、汗がボッとボッと落ちる。手間を振るのレンズなし、この横置きのケースなんですよね。それはひどい。そうですね、はい、横置きのケース。でいただきます。周りがご覧の通り芝生なので、ネジをなくさないように注意していこうと思います。これはでもあれ自分の部屋でもそうですよね。そうですね、ネジはね、ちゃんと分かる場所に置くのが、ね、分かる場所に置くのが一番いいです。手間を振りました。でこれ本当は完全に透明なんですけれども、あまりにも紫外線が強い、紫外線が強いので紫になってしまってます。わかるかな、ちょっと青っぽくなってな、わかるわかる、カメラでも、うん、はい、こんな感じになってます。紫外線で青く光るケースですで、ネジケースだ。今回はネジをね、なくしてしまったら困りますので、僕とっておきのネジケースを、持ってきました。パラパラパラってならへんかな。これあのピルケースなんですけど、皆さんもこういうの活用するといいかなと。100均で売ってますね、ピルケースね。そうですね、薬ケースです。月曜火曜とか書いてあるやつ、あれ便利。工具はこのやっぱり夏じゃんで、虫かごとか入れていきました。虫かご、わざわざ100均で買ってきたんですね。そう、シリコングリスと、シリコングリスを虫かごに入れたの。ドライバー、いや本当は虫かごと虫処理やる、入れてきましたんで、これでってことになります。詰め込みすぎ、おそらく今ですね、本社の方では常君がアイスクリームも食べながらこの放送を解説してくれてるだろうと思います。はい、音量調整です、そんなの。なんでここでご利用してるのか俺らにも分かりません。誰一人いません。それはこの熱量だと多分誰もいないでしょう。こんな暑い時期には外に出ようなんて人はいません。そうですね、こちなみに隣ね、あの野球のグラウンドになってるんですけれども ね、はい、誰も遊んでませんね。ただただ喉が乾く。さっきから結構ね、水分は補給してるんですけどね。
これね、後で聞いた話なんですけど、ね、この日、この時間ね、高化学スモック注意報出てたらしいです、はい、高化学スモック注意報だからみんな、その時出なかった35度、6度、まあ、35度こんなもんですな、じゃないですか、アウト、アウト割と桜してるんですあえて真っ黒なマザーを持ってくるね。マザーボードですね、セーバートゥース Z87 になっております。 Z87、 セーバートゥース Z87で暑い一言言うのに暑い暑い、もちろんバックパネル、バックパネルもちろんで重要なケーブルはどんどん声が小さくなるボディケーブルはどこだと言ってますね。今手動で音量調整します。はい、作っていこうと思います。ノーエディットです。これほどの極限の環境下であってもパソコンパーツショップの店員は間違えずにパソコンを組むことができるのか。もう早終わってから俺も今同じこと考えてる。これ GTX のロゴ760です。 ASUS ASUS760 ちょっと大切なところは折って復唱していく、はい、復唱していきます。そこだけもうでもね向いちゃいました。扱いが雑早終わろうぜみたいな。出しました。で、保護キャップを外します。保護キャップね、それ大切ですね。今外さんでもいいですね。ガタ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 ガサガサガサ。多分 YouTube で結構回数回るんじゃないかな。ね、まあ、体張りましたからね、はい、でこのまだ涼しい、ま、でですね、エディット版を YouTube に上げますか、まずですね、ね、頑張ってね、はい、これちなみにここは無編集なんですけど、これこれをケースの中に組み込むのをちょっと編集したやつをちゃんとね、で、はい、作って公開するバックパネこれを先に作ってね、公開するケースが触れないですね。はい、まずはバックパネルを後ろに入れるんですけど逆でした。OK 大丈夫、うん、止まってない、はい、ちょっとねカメラがね、カメラがね、はい、ちょっとね熱がカメラがものすごい熱くなって、ちょっと途切れ途切れ目覚めだったんですよ。カメラの方が先にちょっと目を上げていたので職人が編集してくれると思います。編集してくれると思いますので、編集してくれなかった、誰もしてくれない。スペーサーの位置を確認するですね。あ、じゃあものすごいやる、はい、中の方なんですけれども、これですね、ここのスペースの位置、ここがマザーボードが固定される位置なので、まあ、マザーボードをこう当て方というのですね、メジャー穴がしっかりそこに来るのかというのを見てもらって、ちゃんと来るメジャー穴の位置に、マザーボードを固定すると、はい、メジャー穴の位置にスペーサーを入れます。あ、ですが、とりあえず先に CPU を乗せてしまいましょう。今回使う CPU は、4770の CPU を持ってきました。CPU 変えてきた、はい、風はちょっと涼しいですね、はい、吹いてくるのね。麦わら帽子をかぶりながら自作をするっていうこと自体気休みになると思いますけれどもね、はい、これはね、ODA の自前の麦わら帽子を開けます。私が被ってたのはここの近くの100均で買ったやつですが、これを取り付けていきます。必ずソケットカバーは、もうついてるんですけれども、外さないまま開けてもらって CPU を乗せます。ここに乗せて、ソケットカバーを閉めると自動的にカバーが外れるという感じですね、はい、この頃まだ余裕あるね、ODA、まだ CPU のおやおや CPU 乗せは終了です。で次に、インテルのリテールクーラーですね。リテールクーラー、はい、リテールクーラーですね。これを使っていこうと思います。すごい動きがサクサクテキパキしすぎてる。シリコンウイルスを開かない、開けましてシリコンウイルスを塗る、はい、おグリス、この広大なる大地の広大なる大地の上でグリスを塗るという、まあまあやらない経験ですね。二度とないね。皆さんももしよかったらエクストリーム組み立てやってみてください。モンスターエナジーが止まるまで、やっていくんです。モンスターエナジーかき氷けど
あなたのは合うかもしれない。それレモンやったから。これ抹茶やから。抹茶じゃダメですね。萌えなかき氷。CPU は CPU のファンのケーブルをしっかり刺すね。風の音の方がでかすぎて彼の声が聞こえなくなって、そして監督が無口になってる。大雑把にやってしまいますけど、大雑把にやる。多分 OD で作業しながらやってるから、はい、まあまあ喋るんですよ、はい、俺カメラ見てるだけやから。距離できない。暑さのためにこうちぐはぐになるこう配線。結んだ。ここで結んだぞ。どう？なんごら。でもなんかちょっと暑さに慣れてきた気がします、ね。お、はい、暑さ慣れで。あのね、この辺りから私とオディエね、汗が止まりました。次に暑いわこれ。あ、暑いけど。尻滅裂です。いや。このパーツが熱いの。あー持ってたくない、うん、めちゃくちゃ熱いのパーツが。マザーボードの置き方。何か言ってるけど、まあ、スペーサー今つける作業ですね。そうそうそう、後ろの風景を見ながらこうスペーサーをつけてます。ね、ノーカットですね。関西の方じゃないとね、なかなか。通天閣プラス、まあ、日本橋ワンズみたいな感じで来てくれてますけれど、ノーコーディエの生命力が。果たしてちゃんと組み終わるのかどうか、組み終わるまでに我々の体力が持つのかどうか。そうですね、水分補給をしながらやらないと本当にぶたわれるので。そうですね、あの雪の中の組み方の時はそんなに水分補給がない。後ろにおじさんが。そう、そう、まあ、向かい向こうおじさんいたの。おじさん雪対策とか必要だと思います。だし、あの指が動かない、手が動かなくなる。寒くて。ああ、確かにね。まあ、でもこっちはその分ないですけどね。まあ、頭が朦朧としてくるけど、ね。まあ、パーツが熱でやられるんじゃないかと。心配になりますね。かなり熱くなってます。おじさん、目もくれなかった。いや、バックプレートが多分やばいと思うんですよ。バックプレートは金属なんで、ヒートシンクがすごく熱くなっちゃうんですね。はい、こんな状態でマシンは動かんだろう、絶対っていうね。はい、そう、それくらい来てますね。笑った。はい、とりあえず黒くて、とても熱いですと。しかもセイバートゥースって黒いプラスチックと鉄板でこう覆われてる部分なんでさらに熱いですと。はい、ただのマザーボードじゃないぞ。勤めてここでモンスターエナジーとかき氷のレモン合うぞ。まあね、誰も頼まれてはいないけど、ね、頼まれてはいないですけどやっぱりね。まあ、最近視聴者の数が少ないのでちょっとでもね、上がればいいんじゃないかなと思ってね。風も気にしないといけない。しましょうか。あ、降りた、ついに。暑い暑い。塩飴がしょっぱいです。塩飴がしょっぱい。いろんなことも感想。でも普段食べるほどまずく感じないのはきっと体が塩分を欲しているからだと思います、ね。さっきの温度計見たでしょ、皆さん。いかに今の温度がやばいかと。時々風景。一応ね、どういうとこでやってるのか。はい。常氏の雪の中やってだとこれとどっちがマシなのかという、多分トントン持ってくればよかったですね。まあ、あると便利。暑いのが苦手な人か、寒いのが苦手な人かで違うだけだと。僕はあ、電車の通る音聞こえてますね。いや、この電車が走ってる。はいはい。僕は寒さ大丈夫なんですけど、暑いの無理。あ、これは、あ、いやでも多分できると思うんですけど、こうちょっと辛さのやっぱ種類が違う、種類が違いますね。雪の中は雪が入ってきたって放送を中断するためにこう機材を全部こう避難させるっていうのが大変だった。めちゃ時間かかったんですよ、あれ撮影。ついにマザーボード止めていって、これ全部忘れずつけるのか。
強いか汗に強いか実験しないとということでチャット入ってますけれども、うん、とりあえずどっちにも弱いよ。はい、まあ、今回ちょっと分かりやすいように中身の見える透明な電源を用意しました。まあまあ、本来はただの黒い箱です。透明の電源を用意しました。その透明の電源を起動します。うまい。オーディエ見てる。オーディエ今どんな気持ち？違うビスを使う。普通インチのビスなんですけど、ちょっと長めの。ああ、専用のビスです。を使う。本来はまあ、テーパーネジを使うパターンもありますけど、テーパーネジじゃないか。テーパーネジじゃないですけど、まあインチネジですね。この電源をつけるためには特殊なネジがいりますよということです。ケースにね。っていうことを言ってますけど、普通の自作の人にはあまり関係ないことです。でも言いたくなったんだろうね。そう、こう切りつけながら止めるような形をしているやつですね。主にパソコンで使うのは3種類のネジですね。とりあえずパソコンで使うのは3種類のネジと言いました。インチネジとミリネジとテーパーネジ。はい。後で探しましょう。ネジは何個あるんですよ。冷凍みかん持てったらいいのにって、冷凍みかんが途中で冷凍みかんじゃなくなりますからね、うん、多分行くまでに普通のみかんになっちゃってる、普通のみかん、あったかいみかん、ホットみかん、ホットみかんになっちゃう。なんかシュールですね。誰もいないもんな。誰もいないですよ、あれ。鳥が飛んでるぐらいですよ。でですね、8月の、6でしたか、8月6日はい、に、淀川の花火大会があるんですよね、ここで。ここで、淀川花火大会がある場所。今、絶好調準備中です。絶好調準備中。はい、その準備を進めてる中で、今、はい、準備がね、向こう側の方でね、進めてる中で人の目が。おぉもうさ、柵を作ったりね。おぉ、まあ、見たこれ。花火大会もし来る機会がある方とかいらっしゃいましたら、あいつらはここでこれを出たんだなというのをちょっとね、アホやなと見ていただくと、もう白子にあるんじゃないかなと思います。電源ケーブルつけが終わりました。次に、電源ケーブルの方を出していこうと思います。はい、電源ケーブル。グラフインの24ピンケーブルですね。24ピンケーブル。うん、一番メインのやつですね。一番大きな。これからも。ケースによって裏配線とかがあるんですけど、このケースは裏配線できませんし、まあ、見やすいようにという感じで、はい、ケースこのケースには裏配線ありませんということが言いたかったみたいです。おっと、立てた。ここまで来るとケースを立てることがない。はい、立てますね。そうですね。ただ立て、普通に立てただけ。やっていこうと思います。まず24ピンのケーブル差しました。次に、これですね。これはケーブルです。これを電源ね。これはケーブルですよ。This is ケーブル。なるほど。8ピンのところにね、まあ、4ピンもありますけど、ほとんどが今はもう8ピンになってますかね。そうですね、はい、マザーボード補助電力ピンですね。5歳くらい。まあいいや、はい、まあいいやって言い出した。聞こえた聞こえた。まだね、忘れずにこの次はメモリーでも出していきます。メモリーです。これちょっとうまそうやん。はい、お、炭酸効いてる。炭酸マジか。抹茶。そっちゅうちゅうて。はい、抹茶ちゅうて。おいしい。ああ、なるほどね。4ギア2枚。スロープこういう味ね。色が違うんですけども、まあ、この Z87 の場合はこちらとこちらのスロープ抹茶感じがする。これうまいな。メモリを刺しましたね。まあ、だいたいマザーは色分けされてるので。そうですね、同じように刺していけばいいんですけど、メモリが厚い。まあ、その一本空きでこうね、間隔で開ける パターンのマザーもあれば、もうどっちかに寄せてしまうマザーもあればなんで、まあ、説明書を見ていただくのが一番。そうですね。でこの時点でですね、ファンのケーブルが各自あると思うんですけれども、まあ、マザーボードに差し置くことをお勧めします。後での取り回しとかがありますので、その取り回しを考えると、先に差しておいてもらった方が後が楽です。この奥のことが後で差すと厳しくなる。先にケーブルを差しておきましょうと。ケーブルなど差す順番は考えながらやりましょうということを言ってます。こういうところでも差しやすさっていうのは変わるっていう。
もうあのマイクのその方向とか気にせず喋ってますね。もう何も考えてない。シュール無口。いや、もう2人でやったらカメラ使ってもらえるからいいですね。そうやね。それはね、私も、はい、常君1人やったからね、用意もこうね。今組んでる構成は最初の方で言ってましたけど、うん、Y7? Z87 に Y7 の4770やったかな。はいはいはい。セイバートゥース、そう、マザーボードはセイバートゥースですね。 SSD、DVD ドライブに使うためのケーブルを割り振っていきますが、今回は、SSD が1機のみになりますので、まあどっかにこうまとめて、ODA さん、次からは声張ってもらわないといけませんね。とりあえず今回は使わないケーブルが多すぎるのでここに突っ込んどきます。とりあえず直しておきましょう、はい、今回 SSD しかありませんと。このドライブもないし、真っ黒やからものすごい暑いと思う、はい、グラボが暑いということで。車の皆さんボンネットわかります？夏場のあんな感じで、そう、本当にあの車持ってる方はわかると思います。あの夏場のボンネットみたいな。それは暑い。エクスプレスの刺すときにブラケットを取ったときに使う、ね、はい、ネジなんですけど、確実に残しておいてください。ブラケットを止めたりするときそのまま使う、はい、ブラケット外す位置を自分で確認して取って、そこで取ったネジはそのまま残しておけばグラフィックカードにつなげるときに楽ちんですよっていうことを言ってます。声張ってもらわないといけませんね。組むことに夢中になりすぎて、熱いよこれ。そう。そう。はい。お疲れ様でした。ちなみにこの1週間後に僕が山に登ってこうドローンを飛ばしてきたっていう。うん。やってきた。これでグラフィックのカードの取り付けが完了しました。田舎は寒かったです。まだ。次にですね、はい、やっていくのが、グラフィックカードの補助電源ですね。補助電源、これが PCI の、6ピンになるんですけど、これ6ピン1本で動くんですけれども、起動したい温度が楽しみって書いてますけど、まあ、6ピンだったりとか、起動したくない温度になってます。うん、8ピンの際はあのマザーの、ね、補助電源のケーブルとすごく似ているの で、 そうです、ね、注意が必要ですね。基本的には刺さらないようになってますけど、あの力入れると刺さってしまいますので、はい、大体、まあ電源のコネクタに PCIe とか書いてあったりするので、そうですね、まあ、それでグラボ側だなというのを分かっていただければ。次にいっぺん抜いてる。これから見てもらったら分かりやすいですか？補助電源。次の順番を考えましょう。これですね、USB とか。これはフロントパネルケースを組むときに、ね、一番スイッチ関連ですね。こちらの方に、プラスマイナスがあります。プラスマイナスはですね、色の濃い方、例えば赤だとプラス、濃い方だとプチュールがあるので青がプラスという形で、割と大切なことを言ってますけれども、説明書とマザーボードの説明書と PC ケースの説明書をじっくり読んで取り付けましょうっていうことを言ってます。プラスマイナスがありますから、はい、そうですね、はい、ありますが、まあ、はい、そのコツを言ってるんですけど、すいません、風切り音のせいでまた聞こえないと思いますけれども、ここでの作業は PC ケースの説明書とマザーボードの説明書をしっかり読んでお願いします。プラスとマイナスを間違わないようにこんな感じでさせていく。パラワー LED。
パワー LED って3回ぐらい言ってたけど。パワー LED。 ハードディスク LED ね。でもこれがだから中心にしようなって言ってたけど、もうものすごい快晴ですからね。これあー飛行機見える。でもその下では炎天下でピンを刺すオーディエがいるっていう。そう、HDLE って書いてますけど、パワーボタンです。よくわからないことですか。これ最近のとりあえず今全部つきました。 PC ケースとマザーボードのケーブルが全部つきました。ま、ね、キットがついてたりしてとても便利なんですけど、ね、まあ本当はこの ASUS の Z87 セバトゥースには、ね、まあ、ASUS がよくやってる Q コネクタというね、とても便利な、はい、コネクタですね。あれ結構便利です。かなり便利です。このパネル系のスイッチを差しね、あのアイテムがあるんですけども、オディエ君なくしましたもん。直差しです。38度まで上がった。38度まで上がった。いやー暑いね。36度ぐらいだと思うんですけど、うん、あでも暑いですね。かなり暑い。36度って言ったら CPU の温度ぐらい、冷えてる時の CPU の温度ぐらい。アイドル時のアイドルしてないのに、アイドル時に。アイオンと同じぐらいの中で、電話がやってくれるというか、まあ、結構ついたはずは34分。次は SSD のマウントになりますね。 SSD のマウント。パシャンパシャン、パンパン。無事も思い出しますね。バーテックスの 120GB を使おうと。 120GB、 また年代ものやね。年代ものですね。まあパソコンとしてはね、やっぱりハードディスクよりどんだけ古いものでもね、そこそこ速度がありますので、ハードディスクよりスピードがあります。 SSD ですよ。 SSD ですよ。カメラ気にせずやり始めた。ごめんなさい。マウンターがプレックサーです。それしかなかった。これしかなかった。申し訳ない。これは監督が用意してくれました。もともとついてたんですけど、いや、なくしたんです。僕自分のマシンに使ってしまいました。で、今なくなってしまったので、ちょっと監督に頼んで持ってきていただきました。で、レールにマウントします。レールにマウントする。マウンターにマウントします。マウンターに、まずはね。まずはね。はい、カメラを気にしない作業をして。本当は編集版はね、ちゃんとね、テロップ入れたりいろいろしてるんですけど、これでもすぐ熱くなるな、パーツが。そうですね、さっきも言ってましたね。もう俺ももうフーンとしか言わないです。相槌頑張ってください。これね、でも終わった後に持って帰らないといけない。それはきつい。持ってくるのも大変。まあ、近いんですけど、徒歩で来たんで結構重労働ですね。はい、マウントが完了しました、はい、よいしょ。だいぶマシンになってきたぞ。マシンになってきましたね。ハードディスクのマウントするところはここなんですよね。ちょっと変わったマウントのあれなんですけど、ちょっとここに入るかな。ここに入るかどうかっていうのを今調べてる。お、これでええんちゃうかな。本当はね、はい、あの上の部分のパーツを外して、はい、そこにハードディスクを入れるというのが、ハードディスクはものすごい数マウントできて、1、2、3できるんですけど、オーディエここにたまることを発見したの。もう開けずに、はい、こっちの方が早く終わるし。今は発売されてないですけど、この組んだパソコンでちなみにどうなってるんですか、ね、これ今 ODA の家にありますよ。普通に見てて見やすいと思いますけど、置いてあります。なるほどね。ということで ODA 君の家のパソコンだそうです。そうそう、つね君がなんかこう飽きたとか言い出す頃かな。いや、ヒヤヒヤして見てる。そうですね、今スタジオのすねさんは飽きたって言ってそうですよね。なんかアイスも食い終わって、はい、食い終わってない。ヒヤヒヤして見てる。無表情で見てるのかな。無表情ニヤニヤしてる。やかましいわって言ってた。やかましいやとは言えない。ちょくちょく絡めていきます。
の事故がちょっと心配で僕はヒヤヒヤしてます。でも考えようによってはこれね、つね君よりはねまだね救いがあるんですよ。後ろに人がいる。なんかって2人でやってた。そうだね。彼は1人で。彼1人でやってたから。頑張りましたからね。後ろに人が歩いてますね、この動画。うん、だいぶだいぶぼやーんとしてなんかもう前が見えないじゃん。眼鏡もこう汗で曇ってきて、さんざんな状態ですから。で今回このケースはミニネジで固定しております。ミニネジで固定しています。すごく小さな情報ですね。そこか。そうですね。あの 2.5 はミリネジで止めます。3.5 はだいたいね、インチネジですね。違う違う違う。あ、でもさ、もうちょっと無意識にネジを使ってる。どうしたどうしたどうした。水が出てきました。汗出してる。水分はまあ口の中入ってますんで、アメちゃんが大丈夫なんですけど。どんどんこう口数が減っていくというか。そうっすね。お、はめましたねこれ。SSD を設置する。やっとそう。OCZ のアムプレックサのモンスターで。監督最近こう映りに来て、もういいかなって感じで。まあまあ基本は出ないけど、はい、こういう時は。ね。別にあの顔出し禁止ではないもん。アクリルケースとかこういうあのアクリル系のものを取り扱う時にネジを最後まで完全に締め切った状態で、さらに締めてピチピチまでしないっていうのがコツですね。ちょっと違ってアクリルなんである程度の弾力性があるので、ちょっと緩めの止め方でも全然ネジ外れてきません。割と、まあ、どうでもいいでしょ。いやちょっとね、さっきオーディエクドライバーとネジこう外れた状態でこうグリッグリしてた。こう何も言わんとこう修正してたっていうのが面白かった。ケーブルすげえ柔らかケーブル、黒いケーブルが柔らかい。普通硬いはずのケーブルが柔らかい。割とね、サダケーブルってカチカチじゃないですか。もうなんかくにくにくにやったんですから。これ多分ワンズ巻き作れないですよ。硬さが硬さが多分できないと思うんですよ。あの厚くて柔らかくなってしまってるんで。ワンズ巻きいけるかな。あ、ふにゃふにゃ。なんとかいける。見ててわかる、ふにゃふにゃだこれ。熱い状態でもケーブルを40度超えちゃった。でもあんまりカチッとした感じがせん。そう、あの締まりのないワンズ巻きになっちゃうっていうね。サタケーブルですね。サタケーブルをインストールします。はい、横にね、ちょっとつけて。サタケーブルの注意点ですね。サタケーブルやっぱり何回も、まあ放送で僕は言ってますけれども、割れたりしやすいので、気をつけてください。はい、取り付けには気をつけようということですね。割れ気をつけろって言ったところじゃんか。斜めってるぞ斜めってるぞ気づいてない。気をつけるって自分で言ったところやないか。こういうツッコミどころ用意してくれてたんだね、きっとね。気をつけろ。これね、俺も気づいてない。こっちちょっと止めようか。わかります。これ拡大とかできるかな。拡大、あ、こっちでね、ちょっと。あー、すいません、ちょっと。よし、あ、ちょっと拡大の方法を見出しました。見出しました。見といてください。まだそんなこと。あら、ズームできない。あら、いや、おう、このサタのコネクタイどうですか。ちゃんとさせてくださいねって言ってた直後に
こうこれです斜めらしてるので、何を言ってるんだ君はとこれこれあ割れたりするんで気をつけてくださいって衝撃の瞬間はい、じゃあ続きいきましょうか。はい。コネクタは折れてないんですけども、ただ斜めに刺しちゃってるって。そうですね。ああいうことしてると折れますよ。ダメだよって。はい。グラフィックカードのこれ電源足りてなくて、8ピンいる分に6ピン刺してませんかこれ。はい、ちょっともう拡大もあれなんですけども、グラフィックカード8ピンが必要なのに6ピン刺してました。あ、しかも SSD ナナミ半のレールなんですけど、この選択肢でな、ハーディスクの電源の斜めのまま入れてる。はい、これそうなんです、はい、僕のミスです。家帰って気づいたもんな。いや、あのね、もう前が見えないくらい焦ってくるし、今なんかもろっとします。早く覚えてる。頭熱いんちゃう？頭熱い。頭熱い。頭熱い。ほんまになりますよ。無理が。取り付けられない。ネジが回せなくなる。わかりました。わかりました。かなり難易度が厳しいです。難易度が高い。注意しないといけませんね。次はもっと涼しいところでやりたいもんね。涼しいところだとエクストリームならないよ。滝の下とかめっちゃマイナスイオン出てるところで、滝とか言い出したという。滝でやろう。はい、何を言ってるんだ君は。寒さの時は手が震えてさせないっていうのはありました。マイナスそうね、手がねこうかじかんでね、はい、だから素手ではできないんで、ゴム手袋でやってたっていう、ね。ちなみにこれね、僕帰ってからって今、低温やけどしてましたね。グラボそのぐらい熱いんできました、ね。ヒリヒリした。一応形にはなりましたね。形にはなった。名言やん。形にはなりました。形にはなった。起動したかったんですけど、起動することもできない。そう、屋外でね、デスクトップパソコン動かす方法をかなり考えたんですけどね。ノートパソコンならね、バッテリーとか用法がいい。そう、あのシガーアダプターからね、インバータで取ってくるとかね、車の技もあるんですけど、さすがにこの 550W の電源ですからね。そうね、動かすのはちょっと厳しいかなというので、まあ、まあ、できるできそうなテーブルだこれ。片付け始まった。お、どうでしょうか。どうでしょうか皆さん。皆さん、完成しましたよ、パソコンが。ポケモン？パソコンが。パソコンが。完成です。パソコン完成した。この時点。エクストリーム組み立て。正規の向きが一応これは横向きで。電球が取れる。電球が。なんか。これが完成です。完成しあのやっぱり暑さが分かると思うんですよね。机の上に温度計を置いてたら40多分これ 2,3 度あるんですよ。そう、はい、まあ、その白いところに置いたりすると光あの反射したりとかしてね、はい、熱くなるんですけど、パーツの温度がいかに熱くなってて僕が点で持ってるのがきついかっていうのが分かると思います。ということでですね、はい、ネットストリームみんなで第2弾ですかね、これ第2弾だ。第1弾は内田君が雪の中やってくれましたけど、マシンを組んでくれましたけど、第3弾はやっぱり次はまだ常君です。第2弾は我々があったんで、暑い寒いやったら次何しましょうかね。過酷そう、過酷な環境暑い寒い高い、すごいなんかもうやばいところ、命かかるから、命かかるからこれやっぱどっちも命かかってるよ。面白いね、エアもね、エクストリーム次はどこでやったらいいのかっていうね、はい、お待ちしております。お待ちしております。あ、募集しちゃう感じですか。これからこれ持って帰らないといけないこれ持って帰らないんだ。フラワーのチャンネルになってる。佐竹ゲームが外てるさっきちょっと立てた衝撃で佐竹ゲームが外れてしまった。
ここだけさせてお別れとさせていただきます。サタケーブルさして電源ケーブルさせて、スタジオの常君はい、常君、はい、次の企画をまた楽しみにしてますので、はい、皆様常君に期待してください。はい、はい、はい、強風の中でやるってなったらヘリコプター飛ばすみたいな屋外編ですね。まあでもやっぱり屋外のパソコン作れますね。よく作れますね。作れてません。工具とドライバー1本あればできる。だからドライバー1本あったらできる。できてません。空っぽでできるんでね。これから夏休みですしね。はい、夏休みだからやれってもんじゃないでしょ。外出る機会があると思うんですけど、虫かごとね、ドライバー片手に。ちょっと屋外出た時に、ね、あ、ちょっと自作してみようかなって気になったらね。これをやってもらうとですね、面白い。面白くない。よろしくお願いいたします。こんなんやるの僕らだけでいいでしょ。ということで、ここからスタジオの、型に引き継ぎに行きます。型に忘れるな。僕の名前忘れるな。我を失いそうな。はい、おしまいということですかね。おしまいということで、約40分見てきましたが、ノーカットですねこれ。いやー、お疲れ様でした。暑かった。暑かった。ともかくそれが言いたかった。うん。はい。もうこれ以外ないわ。いやーね、まあ、僕らはね、こうやってスタジオでこう片手宇治はですね、やっておりますけども、うん、いやこの宇治は涼しいですね。ね。お。というところで、この内場なんですけれども、なんとちょっと見てください。じゃじゃーん。じゃじゃーん。すいません、声大きかったですね。ワンコちゃんたちの内場でーす。そこまでちゃうんですね。内場でーす。はい。でですね、今ならなんと、店頭でですね、1000円以上ご購入のお客様にプレゼントしてます。オリジナルです。数量限定でございます。お早めに。お茶を。いい。今のソフマップだったよね。これ何やってんですか監督ちょっとプライド持とうよ。ワンズにプライド。お父さんのこう、ごまかしの時の、ちょっと無理こじ行こうとしてる感じが出てきましたけども。はい。ということでですね、ワンコちゃんのオリジナル、お茶でございます。ぜひぜひ、お茶の方ゲットしてください。これ店頭だけですね。ね、ネットでも、はい。欲しいとか、はい。なんか書いてくれたら、はい、一応店頭では1000円以上商品を買っていただいた方にお渡ししてるんで、はい、まあ、あのネットでも1000円以上何か買っていただいた方に、はい、まあ、適用欄にあのメモを書く場所がありますんで、うちはよこせと書いていただければ、はい、うちは欲しいと、はい、なるべく大きい品物でお願いします。そうですね、 CPU1 個プラスこれはちょっと僕らきついね。そうですね、これが入る大きさにしていただける、はい、マザーボードですね。そしたらマザーボード買いましょうか。1080とかいいですね。あ、 GTX1080 ぴったりサイズです。ぴったりサイズですね、はい、あとあのゲーミングキーボードとかいいですね。あファントムファントムファントム4買うしかない。、はい、ということでうちは今つけてますんで、もうこれ本当に数量限定でございますから、この夏ゲットするなら今がチャンス。ワンズのチャンス。裏にはワンズの地図も書いております、ね、はい、QR コードもついてますね。はい、ということでございます。はい、お疲れ様でした。はい、でちょっと僕がまとめさせていただきますとですね、はいはい、夏の炎天下でパソコンを自作しようとすると何箇所かミスをするのでやめましょうということがまとめということですね。ぶっちゃけ ODA はにしろ私にしろ結構な数、まあ当然組んでるわけじゃないですか。はい、そうですね、はい、で、あれぐらいやると、はい、あれぐらいミスると、はい、いうことですので、まああの初めての自作を外でやろうとかいうのはやめた方がいいんじゃないかなと。初めてじゃなくてもミスしますから。そもそも自作はお家で涼しい環境で扇風機回してクーラーかけてやりましょう。というところで、まとめてさせていただきましょう。はい、もちろん、吹雪の中でやるのも NG です。、はい、多分もう一回やってはいけない自作を、ね、第3弾、
はい、やっと過酷、エクストリーム自作ですか。エクストリーム自作、はい、やりたいねっていう話はねやりたかないですよ逆に、はい、あ、逆にちょっと言おうです、これ、はい、お客さんこう見ていらっしゃる方で、ええ、俺もっとすごいのやったぜっていう動画をそうですね、いや手軽に猛者が出てきそうですけども、うん、多分すごい人いっぱいいるんですよ、はいはい、自作は全路でやるからそでは無理だなというちょっと、ね、それを外でやるからエクストリーム、うん、ファン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 警察署の前で自作する、はい、あのちょっと要望の方で梅田駅前でっていうのがあって、あ、それもちょっと厳しいなと思いましたね。あのいろいろ許可があるので、そうですね、人目に関してはちょっと僕は気になりますね許可を取って、あのじゃあ常が DJ をやってる横で組むかできないことはないですけど場違い感がこうねありますね他店で組みか、あ、マップ行ってる他店で自作、なかなかこれエクストリームですねすごいけどね、この業界に入れなくなると思うけど、はい、あ、でもそれはちょっといいかもしれないですね。ちょっといいアイデアが出てきました、僕。はい、というところですかね。なんか常くんは言う、なんか今ピキュンってなったみたいですけど。あ、心霊スポットで自作というチャットありましたけど、無理です。僕ら割と怖がりなんで。はい、無理です。CPU に映ったら怖いでしょ本当ですか、中身とかが。なんか、モワーンとした映像とか入ってたら怖いでしょJPEG データがこう。それはやめた方がいいと思いますよ、ね、楽しく自作しましょう。そうですね、楽しくね、楽しくないね楽しくやりましょう、はい、はい、というところでございます。はい、またご要望の方お願いいたします。じゃあ滑り込み製品情報いきましょ う、 はい、じゃあ滑り込み製品紹介ってことですね、イエイイエイイエイ、はい、でですね、ささっと滑り込みでいきましょうね。はいはい、ささっといきましょう。はい、じゃあすいません、サブサブサブで、はい、ちょっとこれを引きで引きでこれです、これ つける方向間違えてますはい、こちら光るスピーカー、実はこれずっと使ってたんですけれども、さっきのね、はい、あの動画の再生に使ってたやつですね。はい、サマーサプライ光るスピーカー MMSPL12W ホワイトですね、結構こう、かっこいい板で光ってます。結構あの三話にしては上質な三話にしてはって言ったら今、はい、ちょっと言っちゃいました、すいません。ホイフールみたいな感じのね、感じでございます。で USB で電源を取って 3.5 ピンジャックで取る、音のスピーカーでございます。スピーカーの音質は3480円のスピーカーっていう感じで、でさらに板で光っております。どうですか、いただけそうでしょ。すごい、いただけに、はい、3480円、新発売でございます。今何で歌ったの、え、税込み3480円。その前、え、いただけに、うん、いただけますでしょうか。ここ痛かっただけやろ痛かっただけやろはい、カウンターが完璧に決まりました。はい、はい、そうということではい、どこまで話したか。ですね、コントローラーついてまして、うん、こちらでね、LED をオンオフできます。で、さらに、ちょっとこれ明るすぎて、ちょっとダメだよってなったら、これを。明るさ調整もあります。ここに本気になってるサンマさんは結構萌えですね。そうじゃないだろうみたいな感じなんですけどね。ちなみに、給電は ?USB で給電です。で、3.5mm に10弱。音声は 3.5mm のピンジャック。そうです。で、電源がコンセントじゃなくて USB が取れるよというでございます。そうですね。はい。ということで、いかがでしょうか。夏のこれ結構涼しさありますね。うん、あのどんな環境でもおしゃれに出してくれるんでいいと思います。スタイリッシュですね。はい。はい。じゃあ行きましょうか。それ以外の部分を、うん、じゃあこの辺もパパッとお願いいたします。はい、はいはい、じゃあドリキャップ、ドリキャップですよ、ドリキャップ、あのキャプチャーで有名なドリキャップですよ。ドリキャップがキャプチャーじゃなくて、はい、VR を出していきましょう何をキャプチャーしようと呼んでっていうね、目の前に大画面が
現る大画面映像が現る現る遠くの方で今笑い声が聞こえましたね。はい、まあ先週も同じような感じでありましたけれども、スイッチ機能ピント機能をそうですね、その辺はついてますよと。はい、まあ、ちょっと作りがね良い。はい、仕上げるがね、です、はい、はいはいはい、じゃんじゃん、こんな感じです。でこっちがピントですね。はい、こっちもピント、はい、どっちもピント、ん左右で違う人ぴったりじゃないですかこれ、ね、いい感じ。これはでそこがそのレンズのここあ、うん、あの目が離れるところも調整できるっていう感じですかね。で前のここがパカリパカッと開いて、ここにスマートフォン、はい、パカリスマートフォン入れると、まあ、iPhone6 プラス 5.5 インチまで対応と、はい、じゃあここがちょっと変わると。そうですね、はい、ピント調節機能使っても前は見えませんということでございます。これで、梅田駅前で捕まりますね。ファン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 はい、次行きましょう。こんな体験生まれて初めて。 VR の世界って素晴らしいすごいですね、なんか啓蒙ビデオみたいな感じです ね、 ね、なんかね、取ってつけたようなVR VR の世界って素晴らしいさあ、みんなも VR を試してみましょう。はい、ちなみにこのこちら値段が、お値段がこちら、はい、2980円、はい、これで VR 体験、2980円で VR 体験、はいこんな体験初めてVR の世界って素晴らしい、うん、はいはい、はい、でもあの結構しっかりしてて、あの目の周りに当たる部分はあの合皮で作られてて、汗でベタベタなるっていうことも少ないかなと思いますね。ただのスポンジとは違うのだよということですね。はい、次、あ、ツイキャスが終わったらしいです。まあ、今付け直します。付け直した。オッケーです。大丈夫だと思います。はい。ツイキャス今日本当に何の映像も見えないんで申し訳ないなと思うんですけど。はい。はい、すいませんね。はい。こちらクーガー。はい。ヘッドセットですね。イメルサというヘッドセット。そう。多分初じゃないですかね、クーガーでヘッドセットは。そうですね。うん、なんで。デザイン的にはなんかあれとあれの合体みたいな。そうですね開けちゃったいんですけど今俺。ああ、いや、わかりますよ。こうでね、こう便利なんですよこれ。ほら、カッターナイフがきっとね、監督開けるだろうと思ってあ、そうなんだそ、開けちゃうよ。うん、開けちゃいましょう。はい、これ実はね、私があの台湾に行った時には見てきた。お、向こうにはもう展示出てたんでね、はい、大体どんなのかは見てきたんですけど、まあ、やっと日本でも発売されますよと。なるほど、イメルサ開けるさということでね。はいはい、ハウジングがね、見てもらうと分かるんですけど、でかい。ほんとだ、分厚い。え、なんかこの写真とはちょっと打って変わってみたいな、うん、分厚いですね。お、これ外すのちょっと頑張んなきゃいけないですね。いいっすか、外しますか。外してください。はい、了解了解。分厚い、何でしょうね、ステーキよりかは熱いですね。キノコさん、ハズウェル、ハズウェル、お、はい、ほい、ほい、はい、ほい、はい、いろいろボロだ、分厚いな。はい、分厚いですね。すごいジューシーっぽい、ジューシー感ある、ね、分厚い感じで、はい、はい、はい、つけてみましょうか。あ、うん、肉厚、ごついごついごつい本当だ、ごつい。なんかボンバーマンか何かになった感じわかるかな、うん、なんかゲームのキャラクターでこういうのいますよね、ボコってなってる
で締め付けに関してはめちゃバランスいいって感じですね。締め付け、でなんかこの上側はいはい、はい、ね、これのバランス、なんかアーカーゲーとか多いじゃないですか、こういうのね。そう、今、あのチャットにもありましたね。ああ、そうそうそう、その感じがまさにこれですね。この締め付けバランス、最近このつけたゲーミングヘッドセットの中でナンバーワンですね。まあ、相当イヤーマフ、イヤーマフはでかい。はい、肉厚でございます。40ミリドライバー、はい、まあ、40ミリ、うん、まあまあ、ほい。で、外の音も聞こえる、オープンエアタイプですね。最近僕の監督の声が聞こえた。マジで密閉型って書いてる。全然聞こえます。なんだな。はい。はい。で、こちらのクーガー、はい、ヘッドセット、イメルサ。イメルサ。明日発売。お。お値段が気になる。税込みで、はい、8,980円です。お、1万切ってきた。1万切りましたね。はい。ロゴ。クーガー。クーガーのロゴですね。明日発売です。ちょっとここ L って、うん、L って書いてます。そしてここにはクーガー、はい、ドーンドーン。あ、すみません、マイクの話、ここ、あ、そこにマイクがありますね。はい、当然ノイズキャンセリング、はい、ゲーミングもヘッドセットなのに、まあ、うん、マイクをこう言ってない。だ、まあ、外でも聞けてゲーミングヘッドセットを使うぞっていう時にシャキーンみたいな。僕このタイプ好きなんですよね、収納型。そうそう、後でつけるタイプよりかこの辺はかっこいいですね、うん。レーザーとかそんな感じですよね。そうですね、うん、レーザー種類、うんうん。で、次が、はい、こちらマウスバンジーですね。マウスのケーブルを浮かせるためのクーガーの、その名も、その名の通りバンカー。おお、うん、預けるぜと。まんまです。いっちゃいます。いっちゃいましょう。はい、じゃ次の準備をしておきますか。下から行こう。他にもまだまだあるでしょ。あとこれ、あ、これちょっと助けを依頼しないと。いない。ちょっとこれ値段知りたいんですけど、手伝ってもらえないですかね。ちょっと値段調べてほしい、これ。いけます。うわ、そこはちょっと前は てん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 。はい、出しました、言ってる前に。じゃあマウスを、まあ、のケーブルを、ね、浮かせるためのちょっとかっこいいんじゃございませんか、これ。ここにこうマウスのケーブルをつけて浮かせるやつなんですが、はいはいはい、軽いんですこれ。ほうほう、あのレーザーとか他のメーカーのバンジは当然結構か、あの重くてこうずっしりとするタイプが多いんですけど、はいはいはい、軽い軽い軽いんですよ。なんで軽かったらこうケーブル引っ張られちゃうじゃないですか。そうそう、ケーブル動いちゃうじゃんってなるんですけど、うん、気になりますね。なんと私、うん、私気になります、はい、なんとですね、どうしてみました、ここがねこうなってましてですね、おやおや、置いて、はい、ギュッてやるとですね、おこれ吸盤じゃないですか。吸盤になって動かないじゃないですか。動かない。あ、これ無理です。で、これでいくらこう、そうそう、マウスがこうビョンビョンしても大丈夫だよと。はい、ケーブルの方が負ける勢いの強さですね、これは。これ画期的。画期的ですね。で、結構いい具合に動きますね。これまでのマウスバンジーとかってバネでストレスが、かからない程度に、うん、でも落ちないように。そうそうそう、あのバネでやるやつって結構動きに癖があるんですけど、これはなんかシリコンかな、ゴムかな、ええ具合になりますね。バネってこう反発が強いんですよね、ブヨーンってみたいな。あ、戻ろうとするのがね。そうそう、そういうのがない、ちょうど追従してくれる感じで、かなりしっかり止まってますね。これすごい、はい、できる子、はい、明日発売、明日発売、これも、はい、バンカーよいしょ、クーガーのバンジー、はい、マスバンジーで、ここにですねパッケージの横、これ何か潜んでました。なんかタコがいますね。イカちゃん、あ、タコちゃん。タコですね。はい、つまり吸盤と言いたかったんでしょうかね。でしょうね。はい。クーガー、トラと関係なくですね、こちら。イカちゃんがですね、いました。タコがいます。あ、タコちゃんね。はい。はい、こちら、マウスの動きを助けるためのマウスバンジーですね。クーガーのバンカー。バンカー、はい。お値段が、税込みで。はい。
2780円。うん、いい感じ、いい感じです。はい、やっぱ優先ですよね、ゲーミングね。まあそういえばね、僕無線なんですけどで、ODA 絶対これウホッ、あ、ODA そう、優先早いからね。はい、ちょっとこれ、うん、で、では最後の品も行きましょうか。はい、ちょっと多いんでね、これパッパパッといきましょう。パッパパッとね、はい、人のアイテムなんでね、パッパパッといきましょう。ちょっと多い、多い、多いはい、これちょっともう順番あるんですけども、取っていきます。はい、じゃあまず箱の前景、ゲーミングキット、結構でかいですね。でかい、過去確信ですね。なんかね、お年玉箱みたいな大きさしますね。そして何が書いてあるかよくわからないよくわからない文字がいっぱい。そう、キルストリークって書いてあるゲームっぽい言葉を並べてみたんでしょうか。周りからは何も何もわからないです。わからないので、はい、うちで作ったポップをH170 ゲーミングキットですね、M3、はい、中に何が入っているかと言いますと、マザーボード、はい、H170 ゲーミング M3、はい、が入ってます。それにマウス、ゲーミングマウスが入ってる、ゲーミングマウス、インターセプターが入ってますね、はい、でマウスパッド、はい、マウスパッド、ジャストゲームというのが入ってますね、はい、あと組み立て用のサッシ、はい、このもろもろが入ってますよと。お、セットですね。セットでついてますよと、はい、でお値段、はい、こちらが15,480円。おお、まあ、それで安い、うん、セットでこの値段ですよ。で、確かこれって、はい、セットですけども、ほんまにこの単品の値段とそんなに変わらないという噂を聞きましたが、あ、ちょっとその辺詳しくは調べてないですけれども、うん、ともかく安いということですね。お買い得を求めるのであればぜひ、まあ、ちょっと同じ買うならこっちの方がね。そうですね、絶対的にお買い得になっちゃいます。同じシリーズの、Z170 が入ってます、はい、これは Z170 プロカーボン、はい、カーボン来ました。あとは一緒です、インターセプターとゲーミングマウスパッドと組み立てサッシ、はい、がついてて、ついて、Z170 が、こちらが21,480円。うん、マザーボードぐらいの値段ですね、言ってもですね、はい、カーボン入ってますからね、カーボン。で次、はい、これ安い方、安い方、あ、軽いだった、うん、H110 のゲーミングですね、はい、このマザーには H110M ゲーミングが入ってます、はい、であとは同じくインターセプターとゲーミングマウスパッドと組み立てサッシ、はい、このキットですね、はい、このお値段がこちらが、9480円、はい、おお、安いですね、安いですね。マウスついてて安いですね。インターセプターついてますからね。インターセプターで単品で、うちでは今1980円。ああ、いいですね、いいですね。重い、重い、これ多分最上位ですね、はい、Z170AM パワー、はい、ゲーミングチタニウムっていうこのね、はい、真っ白いマザーです、はい、上位のマザーですね。そうですね、 M パワーゲーミングチタニウム、はい、そしてここにはメモリがついております。いや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 、クルーシャルの DDR4、はい、8GB2枚組、計16GB ついてきます。おで、インターセプターゲーミングマウスで、ゲーミングマウスパッド、はい、組み立てサッシ、はい、などのキットが出て、こちらがZ170M パワーのゲーミングキットがお値段が33,980円と。ほう、確かこれってほとんどマザーボードの値段のはず、一緒ぐらい、はい、なのでメモリー分お得になっちゃうってやつなので、うん、ハイパワーでしかもお買い得なマザーを考えでしたら今ならこちらがとてもチャンスですよ。で、確かね、うちほとんど独占なの、あ、これこのキットが、はい、多分他にはあまりないはず。発売がいつかは明日かな、かなごめんなさい、ちょっとあやふやですけども、おそらく明日で近日発売で、うん、とてもお買い得ですよということだけお願いいたします。はい、以上ですね、新商品はね、以上。はい、そしていきましょうか、はい、今が狙い目キャンペーン情報ということですね。ロジクールの LJL サマースプリットキャンペーン、 LJL の熱い戦いをみんなで応援しようということで、8月7日までということですね。あと1週間、ロジクール G 製品をお購入のお客様にリーグオブレジェンドの波
のスキンをプレゼントということですね。リーグオブレジェンドやってる方はぜひぜひロジクル製品をどうぞ。そして、今 DSP 版 Windows 10 Pro をお買い上げのお客様に、ピントツールセルシスのクリップスタジオピントデビューコラボパックを差し上げておりますので、プロぜひぜひどうぞ。でちょっとキャンペーンの JPEG 以上で、はいですね、すごいキャンペーン、ブーはい、またまた常が言いたいこのファントム4がですね、ちょっと僕もびっくりしたんですけどね、バッテリー8月上旬日までバッテリーがもう一個つきます。はい、だいたい2万3000円ぐらいのバッテリーがたたでつきますので、そうですね、うちもなんとなく、あのなんとか頑張ってあの在庫もしてますんで、お盆の前に、ぜひ欲しいという方、田舎に帰って田舎を取りたいという方、ぜひ今ファントム4買ってください。買うんですでですね、もう店頭価格ちょっといいですかね、サブカメラ、はい、サブカメラです、サブカメラじゃないよ店頭価格なんですけども、こちらの値段です、17万9980円。はい、これ店頭特別価格で、会員様特別価格になっております。この値段は日本でございますでございます。一番安いということを言いたいです。以上です。はい、はい、今日もお疲れ様でした。本当はね、動画がね30分ぐらいで終わってたんですけども、ちょっとトラブルで40分流しちゃいました。はい、そうですね、はい、ということでございます。あとそうですね、今ポケモン GO が流行っておりますけれども、バッテリー、うちモバイルバッテリー扱ってるんですけども、そちらの方、人気の商品バカスカ売れちゃってるんですけども、そうですね、欲しいバッテリーあったらもう早めにうちで注文してください。どんどんなくなっていってます。はい。私も頑張って、取ってますが。はい。もうないんですよね。はい。なので、はい、欲しい方はお早めにどうぞ。うちなら安くて大容量でございます。でも、小さい、1万ミリアンペア以上のものがボコボコ売れてるんですけども、4000ミリアンペアぐらいの2個ぐらい買うっていうのが僕いいと思いますよ。そうっす。はい。ということでございます。はい。で、最後にこちらでございます。今、ワンズ店頭で1000円以上ご購入のお客様、こちらワンズの、キャラクターワンコちゃんとひとみさんとうららちゃん、こちら3人が浴衣姿のうちわプレゼントしております。ぜひ店頭でご購入ください。以上です。では今週もん、おこれは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 すごい格好。皆さんこんばんは、ワンズ。あれさっき動画でチンピラみたいな格好してたオーディエさんじゃないですか。そうそう、今日もまたチンピラみたいな格好。いや違う違う、これ暑かったんですね。そうだ、暑かったからね。いや大変でしたね、はい、いやいや皆様ありがとうございました。はい、じゃあちょっといろいろトラブルがありましてね、ちょっと動画にあの不満がいろいろあったと思いますが、はい、第3弾もまあ頑張ろうと思いますんではい、ちょっとね僕あれまとめて一言にね一言にまとまらなかったんですけど、はい、まとめたんですけども、はい、ODA さんあの動画を皆さんに見ていただいて何か言いたいこと、良い子は真似しないでね。はい、ということでございました。大体一緒だ、はい、ということでですね、また来週も見てくださいということなんですけど、また来週はですね、はい、いて大丈夫な分ですかね。あ、来週の放送、来週の放送は何でしょうか。特に来週は何もないですか、うん、はい、ただ、うん、来週から放送時間が、そうか、放送時間がですね変わります。8月5日からですね、8時半になっちゃいますね。8月5日違うな、8月4日ですね、はい、8時半から放送になりますのでお間違いなくお願いいたします。はい、以上です。どうもご視聴ありがとうございましたまた毎週も見てね、また見てワンズ、バイバーイ。パス的やね、久しぶりに汗かいたね。なんかいろいろあったよ、次回はここでやってくれとか次どこって言われた
エクストリーム、富士山の山頂無理だろ行くこと自体がエクストリーム5合目ぐらいならあとあのソフマップでした喧嘩売ってるやんあとはそのエイスースの事務所行ってギガバイトのマザレコいやな個人的に考えてたのはねあの全く関係ない子供たちが遊ぶ公園でもう何クオンの顔で組み立てると面白いんじゃないかと それも考えたよ子供たちが遊ぶ公園の横でこうワンズマンがこうあ悪者と戦う動画を作った PC ワンズの常さんみたいな感じのことに近いねそうそうあの子供がなんか絡んできたら面白いって、ねいやあのね、今回ももしかしたら子供来るかなと思ってたよね、最初、ねはいはい、でもあれね、淀川の花火大会の設営中でね、私、はい、すっげえ暑かったしで、はい、誰もいなかった僕の撮影の時は子供がすごい顔して帰ってきましたね。そりゃそうですなんだあれは。と、はい、いうことでお疲れ様でした。ありがとうございます。